北海油ガス電分布図、緑が油電、赤がガス電北海油電は北海にある150余りの海底油、ガス電の総称。イギリス、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、オランダの各経済水域にまたがるが、大半の油、ガス電はイギリスとノルウェーの経済水域の境界線付近に存在する。原油推定埋蔵量は130を配れる。 日産約600万バレル。採掘された原油はパイプラインで輸送され、スコットランドのアバディーンやイングランドのミドルズブラ、ノルウェーのホルダラン県にあるエクイノールモングスタッド製油所などで生成される。1960年にイギリスが開発開始。ついで、ノルウェーも開発に乗り出した。ノルウェー南西沿岸のスタバンゲルとイギリスのアバディーンは石油産業で発展し、 イギリスは1980年代から石油輸出国となった。1988年7月6日に北海油田の海上掘削基地であるパイパーアルファが爆発し死者160名を超える大惨事となった。原因は2系統ある喪失ポンプの1系統が配管を取り外したまま週末を迎え、稼働中ポンプの不具合から配管を外したポンプを稼働してしまったため、 この直接原因に加えて、もともとが液状原油のための設備であったため、問題のポンプや制御室が居住区画と完全に分離されていなかったことが人的被害を大きくした。イギリスの航区では石油生産量が1990年代後半にピークを迎え、その後は既存油田の成熟化に新油田の発見が追いつかず、徐々に減少している。 イギリスは1981年から2005年の間、原油の純輸出国であったが、2005年以降は純輸入国となっている。最大の輸入相手国はノルウェーであり、油田の運営にはノルスクハイドロが参加している。イギリスは2014年現在でも EU 加盟国最大の原油生産国並びに原油輸出国であり。 2014年スコットランド独立住民投票では、スコットランド独立賛成派が、北海油田を財源の拠り所にしていた。ノルウェーはロシアを除く欧州最大の原油生産国、輸出国で、原油生産量は2013年現在で、世界第16位。石油輸出量は2010年現在で、世界9位である。しかし、両国ともーペックには加盟していない。 ノルウェーはまた世界第5位の天然ガス生産国であり、ロシアに次ぐ EU 加盟国への天然ガス供給国となっている。最近ではデンマーク自治領、フェロー諸島も経済水域内の石油開発に動いている。北海油田は世界で最も開発コストが高い油田の一つである。英国病を患うイギリスが自己資本だけで開発することはできなかった。 国会油田はオイルショックにおける先進国の資金調達パターンを知る有効な手がかりとなる。1980年時点の埋蔵原油持ち分状況は次の通りである。これは全国に占める支配率の目安となる。特に石油メジャーの資本調達について1977年8月までの累積で借り入れはイギリス系企業だけが行っており、 ブリティッシュペトロリアムとロイヤルダッチシェルである。開発企業は1977から1980年の間にもともとメインであった US ドルでの資金調達を増大させた。特に外国企業がドルでの資金調達を増やした主な要因はそもそも北海油田開発には外国資金を有効に導入することがイギリスの政策であったこと、外国石油企業が ポンド融資を為替管理で禁じられていたことであった。総じて開発資金の大半が米銀と外銀を通じて外国資金並びにユーロ市場から賄われていた。なお、1979年下半期に為替管理が撤廃されるとスターリングポンドは期間投資家の投資対象となり、1992年ポンド危機の伏線を成した。2011年現在は、 イデミツコ産もを採掘に投資している。エカフィスク・シタットフヨード、ブレント・フォーティーズ・フロー人間・ミタルプレイトとロール・ゴーム、パイパー・アバディーン・オスロベルゲン・ストバーンガー、クリスティアン・サンド、ロンドン・コペンハーゲン・エンダン停止で北海油田と、国境ドイツのミタルプレイト2020年代に入ると、資源の枯渇が進み、多くの油性で生産が停止する予測がなされている。陸上と異なり、 会場では、プラットフォームの解体に、巨額の費用を要するため、将来性が懸念されている。スコットランド沖での2000年代で最大の油田の、発見はブザード油田で、過去25年間で最大のものだった。4億バレルの原油が埋蔵されていると予測されている。ノルウェーは2000年代より、北海からノルウェー海及び、さらに北のバレンツ海へシフトし、新航区を発掘。 開発を進めている。北海域内では2010年に発見されたヨハン、スベルドルップ油田がこの世紀に入って最大のもので約30億バレルの原油が埋蔵されていると予測されている。天然ガスについても新しいガス田を発掘、開発し続けることによって毎年の天然ガス生産量の増加を維持している。 ABCDE 西欧の二大産油国の現状、JPEC、2012年、米国エネルギー庁、米国エネルギー庁欧州天然ガス LNG の現状と見通しジョグメック、ハット・ザ・エコノミスト、ヤン、19、1980、P80、ザ・コミッティ・オブ・ロンドン・クリーニング・バンカース、ザ・ロンドン・クリーニング・バンクス、1978、 P236 Bank of England クオータリーブレティンマーチ c 九1982 P63 Bank of England クオータリーブレティン September 1979 P285 2011年3月期遊火証券報告書。いでみつこうさん。ピアニッシモ8から9 2011年8月23日閲覧。究極の地方文献独立ゼカヒカ。 スコットランドンが2年後に、住民投票。産経新聞。http://sankei.jp.msn.com、ワールド、ニュース、12429、e、ハッピー12兆429億1200万 4n1、htm2012 年4月29日閲覧。ありがとうございます。